Hey, what's up? キャプテントラジローです。今回は初心者の悩み、高難易度タンクが怖い、即解決しますというテーマでお話ししていきます。今回質問相談いただいてるんで読み上げます。いつも動画大変参考にさせていただいております。実は今高難易度のコンテンツをタンクで練習しようと考えています。しかしギミックやタンクのスイッチなど不慣れなことが多いです。たとえ初見や初心者歓迎の練習目的のパーティー募集であっても、チャットで教えていただいてやっと理解できるかどうかです。ちなみに2回参加経験があるのですが、両方とも加減アイテムレベルでした。いろんなバトルコンテンツに挑んでいきたいのですが、すごくテンパりやすいし、自分が参加した挙句負け続けるパーティーではやっていて不快になられる方もいると思います。ですので自分で募集したとしても相手側メリットがないとも考えています。動画などで予習復習するなどやり方はあると思いますが、どのように慣れていけばいいのでしょうか。また極端な言い方ですが、バトルコンテンツは限られた人しか参加してはいけないのでしょうか。トラジオさんの思う14などの暗黙のルールやマナーなどありましたら教えていただきますと幸いです。まずこれからタンクで高難易度に挑戦するあなたに伝えたい、タンクで挑戦するだけで抜きん出る。なぜこのゲームがいつもタンク不足になりやすいのかっていうと、タンクの責任の重さについて考えてる人が多いからです。タンクっていつも前に立って敵を誘導したりとか、高難易度になるとタンクが失敗することで即全滅につながることがあります。その先頭に立ってやることに対して責任が真っ先に飛んできやすいと思ってる人が多いから、タンクはなんとなく後回しにすることがあるだろうし、不足になるっていうことから、タンクをやるっていうだけでも貴重な存在とも言えます。でもあえて言おう、責任の重さは全て同じであると。特に高難易度だと役割は明確ですよと。タンクだけに限らず DPS もヒーラーも頑張らないと倒せるものも倒せない仕様になっているんで、何もタンクだけが責任が重いというわけではないです。ただタンクはどうしてもパーティーの先頭に立つんで責任を感じやすいと思いますんで、どうしても悩んでしまう方向けに高難易度でうまいタンクになるための立ち回り方を解説します。そこでお話するテーマはこちら。まずは極左脳をやれ、タンクだけでありがとう、クリアを素早く狙うなら予習、最初は誰でもテンパる、パーティー募集は自分のために、高難易度はやればクリアできる。この6つのテーマでお話ししていきます。1つ目、まずは極左脳をやれっていうことなんですけど、極左脳はタンクで高難易度をやる上で入門試験と言ってもいいくらいです。なぜなら高難易度でタンクがよくある動きの基礎がここに全部詰まってます。それがスイッチ、敵の誘導、防御バフのタイミング、軽減のタイミング、こういったものを全て経験できるのでぜひおすすめですよと。自分も初めて挑んだ極は極左脳だったんで、ここでスイッチの練習をしたと。でボスの強攻撃のタイミングでスイッチがあるんで、ここに防御バフを合わせたりとか、さらにはその強攻撃が前方範囲攻撃なんで、パーティーとしっかり反対の位置に立って敵を誘導して固定しておかないといけないなど、タンクの基礎の基礎が詰まってるんで練習にマジでおすすめです。ただ今は装備の暴力で簡単に倒せてしまうんで、加減で挑んでください。ある程度慣れている人たちがいれば加減でも何回かすればクリアできるってこともあるんで、周回しながらね、連動を高めていくといいです。極左脳を1回もギミック失敗することなくクリアできたら、入門試験クリアと言ってもいいでしょう。ちなみに DPS もヒーラーも練習になるのでおすすめです。2つ目、タンクだけでありがとうということですけど、ここは考え方の問題なので人によって捉え方は異なりますが、タンクって多くの人が嫌がるんで、それを理解している人ならタンクをしてもらえるだけでもありがたいっていう意見も持っている人もいるし、自分も実際に言われたことがあります。なので不安な時もあるかもしれませんが、俺がタンクをやってやるんだ、大体のことは多めに見ろって思うぐらいでちょうどいいと思います。そうすると練習してる時に失敗したとしても、自分のメンタルはちょい楽だと思います。ただそれを口に出して言うとダメですよと、揉み事になるかもしれないんで、あくまでもその時にそう思って脳内処理すると楽だよっていう話です。3つ目、クリアを素早く狙うなら予習ってことなんですけども、質問を見る限り初見未予習のパーティーにも参加されてると思うんですけど、クリアを素早く狙いたいなら予習は推奨です。これはどこまで求めるかで人によって異なりますが、基本はできれば早くクリアしたいっていう気持ちがあると思うんで、そうなると予習してるかしてないかでギミックの理解度に差が大きく出てくるんで、素早くクリアを目指すなら予習推奨です。未予習の状態でやると進行に時間を要するため、内容によっては一向に進まない時間が生まれてしまいます。そこで自分やパーティーメンバーとギミックを紐解いていきたいのであれば、そのまま進めるといいんですけど、パーティー募集である以上は基本はできるだけ早くクリアしたいっていう意図のパーティーが多いんで、そうなると予習前提だったりすることが多いです。
4つ目、最初は誰でもテンパるってことなんですけど、高難易度っていうか、まあゲームに限った話ではないんですけど、何でも初めてやるものってそもそもなぜそれをやっているのかってね、理解してないことが多いと思うんで、まあテンパって当たり前だと。で、初めて間もないことをテンパってしまって、そのテンパることがダメだみたいなことをね、よく言われるんですけど、むしろテンパって失敗しろってね、自分は思うところがあって、まあ、失敗して初めて何がダメだったのかを気づけることがあって改善につながるんで、まあ、なんとなくうまくできて、なんとなくやっているっていうよりかは、失敗して気づいて改善っていうのが最終的に一番伸びるんで、ミスしたり失敗したり怖いなと思ってビビるより、失敗しまくって失敗した時によっしゃダメだった部分に気づけた、やったぐらいのメンタルでいきましょうよと。で、あとはそもそも経験が浅いと思うんで、まあ、何でもいいのでとりあえず数いきましょうよと。現実でもあると思うんですけど、例えば会社勤めの初日、あなたにできることは何ですかって考えた時に、まあ、何にもないからとりあえず会社の空気になれるとか、資料を見るとか、雑用するとかから始めて、徐々に仕事を覚えていくっていうことが多いと思うんですけど、あれってよくよく考えたら毎日、だいたい週5日のとこが多いと思うんですけども、まあ、週5日も通って仕事って覚えていってるんですよね。まあ、学生の方は学校で勉強するときもそれぐらい言ってると思うんですけど、これ趣味の時間に置き換えたらわかるんですけど、それだけ時間かけて何回も繰り返して物事って覚えてったり慣れていくっていうことがあるので、なのでゲームとはいえこの14ってめっちゃ覚えること多いんで、まあ、数いって慣れることでリアルと同じようにテンパる頻度っていうのはかなり落ちると思います。5つ目、パーティー募集は自分のためにっていうことですけど、パーティー募集で相手のメリットがどうとかね、おっしゃってますが、パーティー募集は自分のためにするものなので、そこまで考えなくても OK です。パーティー募集の最大のメリットは、自分の進行度に合わせた募集ができるということです。自分がなんかコンテンツをやりたいって思った時に、パーティー募集をする能力があれば、好きなコンテンツにいつでも挑戦できる状況さえ作れてしまいます。パーティー募集を立てる人って全体的に見ても結構ね、貴重な存在で、実はあんまりパーティー募集立てられない人の方が多いです。まあ、パーティーの責任だったり進行しないといけないなどがあるんで、それでおそらくやりたがらない人が多いと思うんですけど、逆を言えば単行やってくれてありがとうみたいなことがあるように、パーティー募集立ててくれるだけでもありがとうっていう意見もね、実際あるんで、募集主もやってさらに相手のメリットのところまで考えると、まあそれだけでパーティー募集立てるのも辛くなるんで、そこまで考えなくていいです。なんなら参加する側は基本そこまで求めてません。条件が合うパーティーがあればそれに入るだけなので。そして野良のパーティー募集は募集目的にもよりますし、暗黙のルールやマナーはその参加した人やパーティーによって異なるんで一概には言えませんが、基本無口です。なので目的が一緒でコンテンツを進めるだけなのであれば、そこまで深いコミュニケーションは取らなくても大丈夫です。最低限必要なコミュニケーションは〇〇で失敗しました、すいません、どんまい、これだけです。あとは分からないことがあればその場で聞いて解決するようにするとより良しです。6つ目、高難易度はやればクリアできるってことなんですけど、質問の最後にバトルコンテンツは限られた人しか参加してはいけないのでしょうかとありますが、なこたね、たまに下手なら礼式くんなみたいなコメントがあるんですけど、まあ、初心者って最初誰でも下手なんですよね、その人含め。トラジオの身の回りでも、まあ、過去に初めて礼式に挑む人がいて、全然まだ不慣れの初心者で、まあ、正直ど下手だったんですけど、一緒に諦めずにやって最終的に毎週礼式を消化できるようになったっていう人もいるぐらいなんで、諦めずに数いっていれば最終的に勝てます。ただやるだけじゃなくて、失敗した時にその気づいた部分を改善してまた挑戦するっていうのを続けていれば必ずクリアできると。あとは野良パーティーでの人が集まった時のそのパーティー構成の運っていうのも正直あるんですけど、数をいけば最終的に勝てます。で、結論言うと、誰でも参加できるんでやりたければやろうということです。ただ高難易度だと準備するものが多かったり、それが足りてなくてクリアできないっていう時もあるんで、そういった時に準備していないと攻められやすいので、そのために事前の準備は必要だよっていう話です。それに関しては過去に高難易度に挑むための準備するものを動画にまとめているんで、概要欄にリンク貼っておくので参考にしてください。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。トラトララ、トラトラ、トラトラ、トラ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 ジ。この手柄。
赤く染まるくれのように、あまたの戦い越えた証。キャプテンキャプテン虎次郎、キャプテンキャプテン虎次郎、虎次虎次虎次郎、トラトラジー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 